こんにちは、森です。はい、カメラマン山ちゃんです。はい、本日は神奈川県にあります湘南銀河大橋ゴルフにやってきてます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ショートコースとか、うん、バンカー場とかあるんで、うん、今ちょっとそのコースならではのちょっとレッスン動画をちょっと森ちゃんにやってもらってまして、はい、まあ、いろいろやってきたんですけど、僕ねピン手前ダメなんですよね。グリーン嫌ですよね。バックスピンとか止めるっていうのができないんで、基本こう転がっちゃうんですよ。そうだからピン手前の時に、うん、まあ、どういう風に打つのかなっていうのを教えてもらいたくて、うんうん、まあ、ちょっといい感じの場所が見つけたんで、はい、はい、早速ちょっと打ち方とか、私基本なんか結構簡単に打つタイプなんであれなんですけど、うん、フェース開ける人は開いちゃうのが一番いい。ただフェース開くの苦手な人っているじゃないですか。はい、まず私も結構好きじゃないですけど、はい、そういう場合はもう結構長くお伝えしてるんですけど、これこそ完全にハンドレートで、やっちゃいけないのがハンドレートにしましたで打つ時に手がこうやって前に出ちゃうとロフト立っちゃうんで、はい、ハンドレートにその手元をヘッドが追い越すって感じ。ヘッドを走らせる、はい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 、超怖いんですよ。うん、飛ばしたくないのにヘッド走らせなくちゃいけないから怖いけど、そこは勇気を持ってハンドレートにしてヘッドを走らせる、うん、それでボールを上げるってことですか。あ、そう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 、まあ、開いてボールを上げるかハンドレートにしてボールを上げるかって。そうですだから開くとなんか上げなくちゃいけない、なんかなんだろう、プレッシャーがあるからこうなる人多いんですよね。それは避けたいんで、だから普通、待って、普通に打ったらどれぐらいかっていうところね、まあ、こんなもんでしょう。全然届かないわ。をハンドレートにして、ハンドレートにしてね、思いっきりで振るとめっちゃボール上がるんですよ。それでグリーンの手前に乗っけたいんだけど、むずいな、うん、今着地ってどの辺をイメージされてるんですか。エッジです。なあ、なるほど、もうほんとギリギリ。そう、ギリギリ、まあ、手前だからね。そう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 、あー、なるほど。だけど、行かない。よし、そうですよね、ほんと今ギリギリで、しかも受けがも利用してあれだもんね。そう、1、2、3、4球目にいて、あー、なるほど。ただもう見て分かる通り、結構走らせてる割にはフェースを開いた状態で当てちゃってるから、結構ボール上に上がるから振り幅は大きくなると思います、うん、それ慣れる。ハンドレートにしてとにかくヘッド走らせる。ああ、あと1ヤード。今がハンドレートにして打ってるやつだった。あ、もう3、1、2、3、4球はそうです。一番最初以外は、うん、一番最初ちょっと球のその高さを見てほしくて。森ちゃんは開いて打ってるんでしょ。うん、ハンドレートにしてやつ。あ、そうなんだ。フェース開くのが苦手なん で、うん、でバンカーも基本的にはハンドレートにして打つ。うん、それもまあ限界があるんで、ハンドレートにして打ってもそれでも足りない、もっと高く上げたいって時は仕方なく開く、開いてハンドレートにして打つ。うん、ハンドレートは分かった、うん、その打ち方は今教えて、うん、まあ、森ちゃん普段あんま使わないかもしれない。開いて打つっていう場合はどうやって打つのが一般的なんですか。開いて打つ人は、足をオープンスタンスにして、でも一緒だな、足をオープンスタンスにしてスタンスの方向に振っていくフェースを。でもこう上がりすぎちゃうんですよね。これがなっちゃうかも、下に入りすぎちゃうみたいな。うん、切っていくから下を。それちょっとあんまり使わないから、ちょっと距離がいまいちつかめないんですけど、あれが起こりやすい。でもフェース開くときは逆面のときなんかはフェース開いた方が芝勝っていけるんで、めっちゃいいのは本当にハンドレートにしてそのまま振り抜いて走らせる。だけど行かないな、もうむずい。フェースが開くときはちょっとくぐっちゃう可能性があるっていうのがデメリットで、ハンドレートは何かデメリットってありますか。合わない人が、合わない人、状態突っ込んじゃう人とかは合わないかもしれない。要はロフト立てちゃうから。ああ、そうか、さっき言ってたもん。あ、そう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 、あと手が前出ちゃう人とかはロフト立てちゃうから合わないかな。でもどうだろう、勇気
飛ばしたくないけどヘッドを走らせる勇気を持てればどんな人にでも合うと思う、うんうん、まあ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 それちょっと終わっちゃったんだけどまあでもまあ、 参考にはなるのかな。そのほらボール上げるイコール開くぐらいな突き出ししか僕はなかったんで、はいはい、ってやるとあんまりランが出ないって感じかな。あのぐらいだったら、あのぐらいのピン手前ぐらいだったらまあ問題なくいけて、もっと手前だった場合って どうなんですか。もっと手前、打ち方は一緒なんですけど、うん、あとは落とし場所もっと手前、そうもっと手前になっちゃうかな。ああ、じゃあ一か八かみたいな感じになっちゃうけど、そうだね、より選びづらくは。そうそうそう、でもさどうなの、あえて奥行ってちゃんとグリーン止めようって思うのもありじゃないですか。ありです。どっちで行くんですか。ストレートラインに残すっていう感じかな、試合だったら。あ、そのいい場所ね。あ、そう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 、はい、近づけるっていうよりかは、うんうんうん、次入れられるようなところはどこかなっていうのを探してそこに打っていくっていうのがやっぱ一番セオリーかなとは思います。分かりました。はい、まあ、なんでちょっとボール上げにくい人なんかもそれ使っていただければなと思います。はい、分かりました。ありがとうございます。ありがとうございます。そんな感じで、あの萌ちゃんのレッスンも、はい、ちょっとあのこういうのを知りたいって方は、はい、ぜひコメントお待ちしてます。ご協力ください。じゃあ今回の動画はこれで終わります。はい、ありがとうございます。